いどうも、おはようございます。くってください。なんかね、久しぶりのような感じの数字、久しぶりじゃないような感じをしてるんですけども。今日は、なんかね、おとといかな。あるイベントで、手に入れたスーパーアイテムのご紹介をね、私にしてほしいということで、やってまいりました。こちらです。ピコピーン。ただの袋という。でもね、これがですね、なんかすごいらしい。これは。この袋、ただの袋じゃないらしい。これね、商品名ついてるんですけど、ちょっと教えられません。これは。なんでかっていうと、知られてしまうとですね、すぐ売り切れてしまうという。だけどですよ、皆さん。知られてしまうと言っても、アベンジャーズスクールを知られてないという。うん、その話は、皆さん言っちゃうんですからね、うん、これズームインクフじゃないですかこれ。あ、そうし、うん、まあいいやっていうことで、この塩はなんかすごいらしい。あのね、なんかサプリメントとかこういうやつでなんかね、言い過ぎちゃうと法律に引っかかってね、はい、そこの羊くんこっち来たまえって警察が言うわけですよ。え、なんでしょう、愛知に言っちゃいけないこと言ったつってこう、あ、なんすかこれ、え、手錠で逮捕する、おえみたいになっちゃうという。でも裸の王様じゃないんですけど、本当にそうなっちゃうんだからっていう。大体はYouTube の CM とかありますよね、嘘広告みたいな。だけどこれは皆さん、嘘じゃなくて本当になっちゃうという噂なんでね、ちょっとね、待っちゃってもらっていいですか。ちょっと私ちょっと飲んでいきたいと思います。しょっぺ、うん、だけど、うん、なるほど、これ、うん、確かに、まあ、塩ですよ。ね、ちょっと感想を言わせてもらうと、ね、昔ね、なんか、知り合いの黒羊からもらったね、韓国にいるんですよ、黒羊っていうやつが、たまに出てくるんですよ。なんかね、その黒羊は、なんか、俺が、有名な黒羊の、元になった羊だとかわけわかんないこと言ってるんですけど、その黒羊からですね、木パワーソルトっていうのもらったんですよ。でこれね、確かにね、木パワーソルトちょっと似てるんですけど、なんかね、すごいこれね、いろんな塩がブレンドしてあるんで、木パワーソルトと思いきや違う塩の味も出てきて、なんかね、それが混ざり合ってるというね、うん、あとこれね、謎のおじさんが作ってるらしいんですけど、謎のおじさんがね、特別な混ぜ方をしているという情報を得まして、その特別な混ぜ方によってこれね、木パワーソルトっていうのすげえあれなんですよ。以前ね、なんか某スピリチュアルかぶれ業界ではすげえパワーあるって言われてて、まあ、確かにね、あるんですよ、うん、だけどこれはなんかね、木パワーソルト、このなんかね、元になるやつがあったんですけど、その木パワーソルトの、なんか100倍ぐらいすごいみたいな。で、これはですよ、今、空腹が舐めてるこの塩なんですけど、この謎の塩なんですけど、これはその木パワーソルトの100倍の効果がある、ある塩の80倍ぐらいあるとか、でも、なんか8000倍ぐらい、木パワーソルトの8000倍みたいな。だからまあ、筋肉マンのカジマの太字からぐらいはあるかなという、うん、すごい塩なんですよ。だから、言っちゃいけないことをね、言っちゃうわけですよ。そうなっちゃうらしいんで、ね、うん、確かにこの塩やばいかもしれないな。うん、キーパーはそれとの8000倍かどうかわかんないけど、ちょっとこの塩はやっぱりやばいかもしれない。まあ、クフクも元気になったらそうですし、まず、F クのおっさんが元気になった時なんですよ。この塩は、うん、まあね、もうアラフィフというかね、アラフィフになったおっさんなんてね、もうあんなね、大した運動もしないでね、食ってばっかいたらね、大体は成人病になっちゃいますよ、糖尿病とかね。それがこれで元気になったんですよ。でもあのおっさんね、いろいろ他のことやってるんですよ。なんか、うん、早死にしたいとか言っておきながら、なんかね、その日は元気でいたいみたいな、元気で身体願望がすごいらしいんで、これ死なねえんじゃねえこれ、うん、こんな飲んじゃったら、
っと伸ばすのやめとこうかな、あいつに。ああ、空腹は飲むかもしれないからね、うん、空腹はちょっとね、もうちょっと元気でいたいから、みんなとね、みんなと元気でいろいろやりたいからね、うん、まあ、あのおっさんちょっとできてる、これ飲んじゃう、うん、ちょっと飲むのやめてもらっていい、これあの長生きちゃう、なんかあの君が飲むということは私も飲むということなんだよみたいに言われたな、うん、なんかよくわかんないけど、よくわかんないんだけど、なんかそのこと言われたんだよ、まあいいや。ということで今回ね、このすぐ売り切れちゃうんだってこれ、うん、あるルートから1個だけ手に入れたらしくて、もうもしかしたら二度とこれ手に入らないかもしれない、うん、これからなんかね、口コミで伝わっちゃうとやばいらしい、あのおっさんがね、こう手でね、なんかあるこうなんかやってるらしいの、特殊な、なんかだからすごいパワー入ってるらしくて、うん、まあ、普通女子高生とかがラブ注入みたいな感じでね、メイド来たりするけど、これはただおっさんが、ちょっと鼻抜けたようなおっさんがこうちょっとこういう感じで工夫もできるかもしれないな、それからこれね、うん、まあそんな感じなんですよ。だから、ね、どうしても知りたいという方は、うん、ちょっとね、個別メッセージください、クフに。実はクフはね、フェイスブックやってるからね、クフあのえクフのおっさんの名前じゃダメだから、クフを探してね、クフのアカウントあるから、うん、あの写真もクフだからね。そうしたら教えてあげないこともまんざらではないという、うん、まあそんな感じです。今日はこのキパワーソルトの8000倍以上のパワーがあると言われているこのね、ちょっとこれあのウルフッパラには飲ませんじゃないかなと、まあ、それをね私がご紹介したという話でした。ではまた、なんか面白いニュースさっきやってないから、次はキンクフで会いましょう。これはね、金色だけど。